5番郡司公平選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、一走してみてどうですか？調子の方はあのー、前回のダービーに引き続き体の状態はすごくいいので、あのー、その分反応も良かったんじゃないかなと思います。はい、い、まあ、地元の特別警備。まあ気合も入って走りまして、終わってからちょっとホッとしてっていう。その気持ち的な疲れっていうのはどうですか？あの正直気持ち的にはすごい。 疲れは残ってるんですけど、まあ、でも目の前の一戦一戦集中して走るだけなので、まあ、毎回気持ち入れて走りたいいと思います、はいまあ、初日の特選なんですけども、えー、前がちょっともがき合うような形になった時展開的にちょっと後方に1回なっちゃったんですけど、まあ、うまくそこから反応して自分の仕掛けができていると思うのですごくいい状態かなと思いますもう自分で評価して OK だというところですか。あのー、体の状態が いいので反応できているんじゃないかなと思います。はい、優秀競争なんですけども、えー、軍事選手はどのような戦い方を？あのいつも通り自力で、あの自分のタイミングで力出し切れるように走りたいと思います。はい。えー、宮城と、えー、北2社がついてくれて3社になるんですけども、その辺はどうですか？あのやっぱりラインができるっていうのはすごく心強いので、まあその分責任感を持って自分の仕掛けを心がけたいと思います。はい。では最後に応援してくださるファンにメッセージお願いします。 優勝戦もいつも通り自分の力を出し切れる走りをしたいと思います応援よろしくお願いしますチャレンジャー精神で挑んでくると思います